皆さんこんこにちは今回は今もなお見る人に感動と勇気を与え続けてくれる「ロッキー」についてお送りします。シルベススタ・スタローン長い間にわたってハリウッドのトップに君臨するシルベスタ・スタローンこのロッキーをはじめ多くの主演作で脚本や監督を手掛ける祭人でもあります1946年7月6日生まれニューヨーク出身のスタローンはまず舞台から俳優としてのキャリアをスタート。 ですが、分娩時の事故で顔の右半分が麻痺しているため表情が豊かでなく、滑舌も悪いためなかなか仕事に恵まれず、ポルノ映画やゲテモノ作品の出演ばかりが続きます。そんな中、結婚して子供ができたため、俳優だけでなく様々なアルバイトをせざるを得ない日々を送っていましたが、1976年、自ら脚本を手掛け主演したロッキーが空前の大ヒット、 作品賞賞賞などアカデミー賞を3部門受賞するという快挙を成し遂げたのですススタタローーンは一躍スターとなりましたただロッキーのイメージが強すぎたためかロッキーシリーズ以外のヒット作になかなか恵まれませんでしたが1982年スタローンはもう一つの当たり役に出会いますその作品とはランボー一人きりで戦うベトナム帰還兵という役柄がスタローンにバッチリハマって 2019年までに5作も作られる大ヒットシリーズとなりました「ランボー」はアクション映画ではありますがもともとは心に傷を負ったベトナム機関兵が周囲に受け入れられなかったことによって強いられた孤独な戦いを描いたシリアスな内容でしたところが孤独なヒーローというイメージがいつしか一人歩きして筋肉ムキムキのスタローンが敵を殺しまくる映画という内容になっていき暴力的すぎるとの批判も少なくありません ですが何はともあれハリウッドでもトップクラスのギャラの高さを誇る大スターとなったスタローン現在でも新旧アクションスターが集結する「エクスペンダブルズ」シリーズで監督主演するほかロッキーのスピンオフ作品でアポロの息子が主人公のクリードでも公演するなど映画ファンを楽しませてくれていますタリアシャイアビンのようなメガネをかけた痩せっぽちで誰にも心を開こうとしないエイドリアン 見るからに地味でずっと自分を抑えつけていた彼女がロッキーに愛されることによって次第に自尊心を取り戻していく様子はロッキーのもう一つの見どころでありシリーズになくてはならないキャラクターですそんなエイドリアンを演じたのはタリア・シャイアロッキーの心の支えであるエイドリアンを公演した各評価されアカデミー主演女優賞にもノミネートされました1946年4月25日生まれのタリアは 実は泣く子も黙るハリウッドのの超名門の出身お父さんのカーマイン・コッポラは映画音楽家でお兄さんは「ゴッドファーザー」シリーズや「地獄の黙示録」の巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督「ゴッドファーザー」シリーズにはタリアもアルパチーノ演じるマイケルの妹コニー役で出演しています。またもう一人のお兄さんオーガスト・コッポラの息子がニコラス・ケイジということは。 タリアはソフィア・コッポラ監督やニコラス・ケイジのおばさんでもあるわけですね。現在も俳優として映画やテレビシリーズで活躍中です。バート・ヤングロッキーの最愛の女性エイドリアンの兄でロッキーの親友でもあるポーリーちょっとひねくれたところもあるけれどどこか憎めないキャラクターが印象的でした。ポーリーを演じたバート・ヤングは1940年4月30日生まれ海兵隊に3年間在籍し除隊して。 様々な職業を経験後俳優として舞台に立つようにそんな彼の名が広く知られるようになったのはなんといってもロッキーのポーリー役ロッキーシリーズ以外でもたくさんのテレビシリーズや映画で名脇役として出演また画家としても活動しており彼の絵は2006年のシリーズ6作目「ロッキー・ザ・ファイナルで」でポーリーが働いていた精肉工場を解雇されるシーンで見ることができますバージェス・メレディス かつてのボクシング世界バンタム級チャンピオンで引退後はボクシングジムを経営するミッキー自堕落な生活を送るロッキーを一度は見放したもののアポロとの対戦が決まった後にロッキーを訪ねトレーナーを買って出ます。はじめはミッキーの申し出を突き放したロッキーですが去っていこうとするミッキーを呼び止めトレーナーを依頼するシーンはこの映画の中でも特に印象的なエピソードの一つです。 ミッキーを演じたバージェス・メレリスは、1907年11月16日生まれ、1997年、87歳で亡くなるまでに、ロッキーのミッキー役も含めアカデミー助演エ優勝に2回ノミネートされ、テレビシリーズでもバットマンでのペンギン役が人気となるなど名脇役として長く活躍しました。カール・ウェザースロッキーではボクシング世界ヘビー級の絶対王者として登場し、傲慢な印象だったアポロ。 死闘を繰り広げたロッキーとはいつしか熱い友情で結ばれシリーズ4作目の「ロッキーフォー・炎」の友情ではアポロの死に奮起したロッキーが立ち上がるというシリーズを通して重要なキャラクターですそんなアポロを演じたカール・ウェザースは1948年1月14日生まれもともとはフットボールのセンスとして活躍しその後俳優に転身テレビシリーズなどに出演した後1976年 ロッキーのアポロ役で一躍有名に1987年にはプレデターでアーノルド・シュワルツェネッガーとも共演しています現在も活躍中スター・ウォーズのスピンオフ作品であるテレビシリーズマンダロリアンでは監督も務めていますドルフ・ランブレン1985年のシリーズ4作目ロッキー・フォー・ノの友情に当時のソ連出身のボクサーイワン・ドラコとして登場したドルフ・ランブレン 最新のテクノロジーを使って徹底的に鍛えられた鋼のような肉体のドラコはロッキーの親友アポロを叩きのめし死に追いやってしまいます映画の中のドラコはほとんど無表情でそれがかえって不気味さを醸し出していたわけですがドラコを演じたラングレンはももととイケメンの高青年キャンペーンで来日した時にはその端正な顔立ちと気さくな笑顔で当時の映画女子を虜りこにしたのでした。 1957年11月3日、スウェーデン出身極真空手の有段者であり、スウェーデン法律工科大学やマサチューセッツ工科大学で学び、IQ160 というスーパーハイスペックなラングレーン、その恵まれたルックスからアメリカでまずモデルを経験を俳優の道に進み、1985年、ロッキー・フォー・炎の友情で一躍有名に、その後もアクション俳優として、 レッドスコルピオなど数々の作品に出演スタローンとはエクスペンダブルズシリーズへの参戦やロッキーシリーズのスピンオフ作品クリード炎の宿敵で再びドラコ役で共演ファンを喜ばせてくれましたいかがでしたか1976年の公開から40年以上が経つにもかかわらずいまだに多くのファンに愛されクリードというスピンオフ作品まで作られているロッキー イタリアの種馬と呼ばれた伝説のボクサー、ロッキーバルボアの物語はまだまだ続きます。そしてこれからも彼の戦いは語り継がれていくでしょう。